ームシードの情報種まきバラエティ番組ダジダネ。こんばんは、この番組のパーソナリティ豊口めぐみです。そして私と一緒に番組を進行してくれる今週のウィークリーパーソナリティは、先週に引き続きマリュー・ラミアス役の三石琴乃さんです。お前もね、認めたくない。こんばんは。眉だって振られてんのにね、強引でした。そうそう、ハロもね、そうです、時々出てくるとね、両方やって、ただこちらかってます最近でも出てない。あのね、真面目なシーンになるとね、ハロ喋っちゃうとみんなでお話が進まないからね。そっか、この間もね、あのラクスちゃんにね、眠ってなさいってね、スイッチ切られちゃった。そうだったんだ。可愛いからね、常にこうなんか癒しじゃないですか、たまに出てきてね。そうそう、あのセリフは、はい、なんかの CD ドラマの時の一話 です。CD ドラマの時は、はい、あのアスランが初めてラクスにハロをプレゼントしたっていうお話だったのね、はい、だからハロもまだ出来たてなほやほやのわけ、はいはい、でラクスの元でまず少しあのこんにちはとか、はい、元気かっていうぐらいは喋ってたのね、であのちょっとねアドリブでそういう何ありきたりなセリフじゃつまらないから、うん、最後にお前もなっていうのを入れたの、はい、そしたら、いやすいません三石さん、まだですねアスランが作った時はその言葉は覚えてませんので、あの台本通りでみたいに言われちゃってね。えということはお前もなとか、うん、させるかとか、うん、いろいろお口の悪いなみんなラクスちゃんが入れたってことって、うん、そうですって言われて、そうなのよ、より関西弁のね、そうなのね、多いですけどね、うん、あかんでーっていうのもあるね。ですよね、うん、じゃあラクスがあかんでとか言ってちゃんとインプットしてですよね、彼女の知らない一面を感じてなんかちょっと好きになりました。ちょっとラクス最近ちょっとレディースっぽい服を着ておりますけれども、あれの雰囲気、あ、じゃああれが素だったんですね。そうかも ね、 あのレディースっぽいのがなかなかね、最初からそうやってくれればいいのにね。そうですよね、うん、まあね、ラクスちょっと実は最強なんじゃないかと思ってはいたんですけどそうだね、ああいう新しい、あの、うん、大人しいキャラほどちょっと怖いじゃないですか。そうだね、爪を隠してるから ね、何考えてるかちょっとわからないみたいなところがあるので、ね、そっか、なかなかね難しいわね。そうですよね、うん、さあというわけで、さあじゃあ真面目なコーナーに行きたいと思います、はい、え、行くの？続いては行きます。やだ、え、ここはぜひマリ館長。さあ続いてはシードの世界を独自の視点でスッパ抜き、あくまで真面目にお伝えするこのコーナー、シードニュースエクスプレス。番組の途中ですが、ここでシードニュースエクスプレスをお伝えします。月の地球軍基地に新たな動きがありました。戦闘に備える戦艦ドミニオンの艦長になんとナタル・バジルールが任命された模様。シミュレーションにて号令に対応できずにある部下たちに対し、何をやっているか貴様らと厳しく一喝。共に乗船することとなったアズラエルも、若くて美人な方とコメント。マリュー、ナタル、ラクス、カガリといった美人艦長の出現にプラントでは、なんでザフトはアデス艦長なんだと不満の声が上がっているようです。そのアデス艦長率いるベサリウスの情報です。エルフォーへと向かう艦内でランがイザークに、今度出ればアスランは敵方だぞ、撃てるかなと詰め寄りました。イザークは歯を噛みしめながら、フロンです、裏切り者などとコメント。すでにアスランに対しライバル心を燃やしていたイザークでしたが、アスランを特別視していたことも事実。果たして両者が激突してしまう日が来てしまうのか、番組では情報が入り次第お届けいたします。ナタルが艦長を務めるドミニオンとアークエンジェルの戦闘が開始されました。無条件降伏を言い渡すナタルでしたが、マリューは降伏、服隊することはありませんときっぱり否定。アズラエルの任命を受けたレイダー、ポビドゥン、カラミティが出撃し戦闘が開始されました。情報収集のためラウとイザークもコロニーに潜入するとの情報もあり、ここエルフォーで事態は一気に加速するのではとの見方が強まっています。ドミニオンから発射されたミサイル数発がアークエンジェルに命中しました。この攻撃により右舷のゴッドフリートとバリアントを損傷した模様。シミュレーションでは連携ミスにより不本意な結果となってしまいましたが、実戦では見事に命中、本番に強いタイプであることを実証しました。すごいね君というアズラエルの称賛にも、お褒めいただくほどのことでもありませんと一言。かつての仲間に手痛い一撃、ナタルを動かしているのはムーを取られた失恋の恨みではないかとの噂も広がっています。ムーを取られた失恋の恨み、ね、どうなんですかね。いえいえ、
そんなことないですよね。両思いですね。もうこちらだけですよね。そうそう。ナテルさんはもうアウトボガンチューナテルなんか、そんな何を言いますからね。アウトボガンチューだよ。そうですよね。そしてアデス館長これいいとこついてきましたね。笑いました。素晴らしい坂田さん。素晴らしい。素晴らしいですよ。ごめんなさい。確かに考えてみたらみんな女ですね、館長。ねえ。なんででしょうね。なんかやっぱガンダムシードの世界は女強いですよね。強いね、まあ私のやってるミリアリアもリアに対してちょっとなんですしねなんでございますしね、やっぱりね、男の人は女あってのどうでなんだよね、女万歳です、支えてあげるのよ。というわけで今週もトップダッシュでお送りいたしました、気になる続きは次回の放映を見てチェックしてくださいね。とはこんな感じで30分盛りだくさんの内容でお送りしていきます、はい、ラジタネにアクセス。週刊レディオシード。この番組はビクターエンタテインメント、バンダイビジュアル、ソニーミュージックエンタテインメント、角川書店、メディアワークス、コスパ、バンダイの提供でお送りします。ラジダネ。週刊レディオシード、略してラジダネ。改めましてこんばんは、三井志子殿です。はい、こんばんは。ディレクターさんはニコ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 してるんでしょうか。なんかね、見つめられるとちょっと照れちゃう。急待ってないとね、いけないですね。そうですよね。私だっていつも見とるっちゅうね。緊張しなさい。さあ、というわけで今日はですね、三井さんを質問攻めにしちゃいます。はい、いやー。10の質問ストライク、リスナーの皆さんからいただいたお便りを元に作成しました。はいはい、三井さんに聞いてみたい10の質問を一気に出題いたします。はい、テンポよくお答えください。了解です。よろしいですか。おい、いきます。おい、三井さんに10の質問ストライク、プレイボール。一番役に立ちそうな部下はカッコキャスト名でもか。スカイ。はい、マリューと似ていると思うところは。年上好き。ハロでお気に入りのセリフは。させるか。オフの日は何して過ごす。買い物かな。今一番欲しいものは。沖縄旅行。ああ、いいな。ストレス解消法は。お風呂。最近購入したお気に入りアイテムは。ない。初恋はいつ。小学校5年生。寝る時の姿は。パジャマ。ドキッとする男性の仕草は。仕事終わった後にふーっとネクタイを緩める姿。白いスーツにネクタイ。スーツ？ワイシャツよ。あ、間違えた。白いスーツ結婚式か。すいません。白い、そうだ、白いシャツにネクタイですね。はあ、なるほど。3位ですか。3位だね。3位ですか。割と使えそうだね。使えそうですか。最近は、まあ、あの私たち場所が移動しまして、ミリアリアスは上にちょっと上がりましたけれども。そうですね。ねえ。3位のあの性格、はあ、例えば白鳥てっちゃんの性格も見えてるとは思うんですけれども、 なかなかこう年上心をくすぐるタイプですね。あ、かわいいなこいつ、みたいな感じですか。そんな感じ。あ、なるほど。マリューさん。何さあ、そしてそんな、年下も好きかと思いきや年上好き。はい、私はね。あ、なるほど。似てるところ年上好き。そうだ、まあ親父好きっていうの。ムーンは1個上とかなんですか。ちょっと上だね。そうですね。まあ大体同じぐらいだけどね。そうですね。はい、そうだ、もうシードのキャルでもムーンを好きだって言ってましたもんね。うん、ムーですか。ムー本命。ムー本命。隠れさい。隠れさい。すごい競馬みたいだ。すいませんね。いやでごめんなさい。いやいや大丈夫、私ほどじゃないと思います。あ、そうね。さあ、ハローのお気に入りのセリフいっぱいありますけどね。そうだね。なかなかね、この私選んださせるかっていうのはね、言う場がなくてね。結構テストの時とかに人のセリフの合間でね、それ見ろとか言って
いんだけど、なかなかね。ですよね。テストが面白いんだ、本当にもうね、本当聞かせられないのが残念ですけれども、ね、はい、お買い物、オフの日は。うん、大体買い物だね。バーゲン行かれましたか？これがなかなか行けてないんですね、今回はね。でもなんか、ね、うん、あれじゃないですか、最近のバーゲンって、時期早すぎると思いません？時期が早い。どういうこと？なんか8月頭にバーゲンとかやっちゃうじゃないですか。大体もう着られなくなって余ったものをバーゲンするっていうのがバーゲンの。ね、あ、来年用にとか言ってたけど、だけどなんか暑くなる前にもうキャミソールとか売り切れになっちゃってって感じですよね。売れればいいんじゃない、ね、こっちも嬉しいし。そうですね、うん、でもなんかむしろこれから暑い時期に今度秋物とか出てきちゃって、うん、今キャミソール欲しいのにみたいなそうだよね、何もなりかねないですよ ね、 ね、うん、もうちょっと取っといてもらえるといいのになっていう気もするんですけれどもね。いいわね、いろいろ歩き回ってるご様子もうそれだけが私の趣味ですもん。そうなん、そしてストレス解消法、お風呂、うん、これだね、ふーっと一息。何バスが好きですか？あのなんか入浴剤入れたりとか。今入浴剤入れないの。ナッシングで、もうノーマルお風呂、湯、湯のみ、まさに湯って感じですね、はい、パジャマ、寝るときはパジャマ。パジャマです。パジャマですか？はい、ジャージとかじゃなくパジャマ。ジャージ私ジャージですよ。ジャージ、そのままコンビニ行くタイプ？あ、行っちゃいます。ダメダメ、女の子はそんなことしてダメ。ダメですか？ダメよ。あ、ダメ。ちゃんと着替えて、どこで誰が見ているのかわからないんだから。そうですよね。よ、すっごい汚い格好で帽子かぶって、うん、まあそれでもなるべくやっぱ顔がね見えない、誰だかわからないように一応して、でもジャージみたいな。ダメダメ。ちゃんとピシッと着替えて。ダメですかね。一歩外に入れたら洗浄よ。そうですそうですよね。いつどこで恋に落ちるか分かりませんしね。そうだよ。コンビニとかで店員さんと、うん、そうよ。それがもうこのジャージの子って思われるよりは。山崎誠理なんかコンビニで知り合ったんだからね、ランナーとね。本当ですか？牛乳とメロンパン同じ趣味だわっつって。で、ゆくゆく結婚しちゃったんだからね。これはちょっと化粧もしていかないといけませんよね。バッチリね。バッチリメイク。やたらなんか仕事に出るときより時間かかっちゃった、ね、そんなことはないね、はい、さあというわけで新しいお話を聞きました。さあここで先日放送しましたですね、ラジオで種まきカーニバル、はい、これですね、星さんと伊沢さん来ていただいた時なんですけども、で募集しました、はい、DVD 発売記念キラアスランクオカード、うん、そしてシードイベント出演者全員の、サイン入りポスターの抽選会を行いたいと思います。たくさんいただいたでしょうね、全国たくさんいただきました、ありがとうございます。全国つつうらら、はい、じゃあ私選んでいただきたいと思います、はい、まずポスター1名様、ポスター、じゃあね、どの人にしようかな。はい、この人、はい、これはポスターおめでとうございます、福岡県の渡辺めぐみちゃんです、はい、ありがとうございます。いや、ね、これ東京イベントのメンバーでしたから全然来れなかったと思うんでおめでとうございます、ね、さあそして、はい、クオカード3名様です。3名ですか、はい、3名、じゃあまず1人目は、はい、この方、京都府のかなかなちゃんです。どうもおめでとうございます。そして2人目クオカードはこの人、愛知県の相葉雅恵ちゃんですね、はい、おめでとうございます。そしてラストは三重県のキララブさん、あら、おめでとうございます。星さん聞いてるみたいな感じでキララブ、よかったよかった。キラだから星くんじゃなくて、キラですよ ね一応事務所の先輩として、はい、そこはきっちり。そうです、何がきっちり、はい。さあというわけで、はい、4名様しかね当たらなかったんで、もうたくさん外れた方、ほとんど外れてるんですけれども、そうだね、本当申し訳ないですけれども、まあね、当たった方4名様はおめでとうございます、はい、また何か機会があったらね、皆様にぜひプレゼントできればいいなと思います。出しなさい出しなさいね、何出そう何かな、でもグッズいっぱい出てるからね、うん、全然スポンサー様プレゼントに出していただくグッズお待ちしております。今目がマジだったね。そうですね。はい、というわけでこの番組ではランダムシードに出演しているキャストへの質問を大募集しています、この人にこんなことを聞いてみたいという内容や、あの人にこんなこと言ってほしいといったお便りを番組宛にどしどし送ってください。すべての宛先は、おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪週刊レディオシード、メールはすべて小文字でseed@vstation.net seed@vstation.net まで送ってください、はい。それではこんな夜にふさわしいこの曲を聴きください。中島美嘉さんで Find the Way。誰かのためだけ。
イトサムエイでした。週刊レディオシード、シードクルーの悩み一刀両断。皆さんの悩みの種を一刀両断、ガンダムシードのキャラクターが直接答えてくれるというありがたいコーナーです。彼と旅行に行きたいのですが、親に何て言い訳しようかなとか、彼女に浮気がバレそうなんだけど何て言い訳しようかなという皆さんの悩みの種をシードクルーにぶつけてください。今日は指示通りです、台本の。ラジオ館長がラジタネクルーの悩みの種をバシッと一刀両断してくれます。はい、ラジタネクルーの悩み、はい、館長の私が一刀両断してみせますわ。おー、かっこいい。こんな言い方しない。ただ疑問ではありますが、はい、では早速ご紹介しましょう。今週のお悩みのクルーはですね、大阪府堺市のシードネーム宇宙のダブル X さんの悩みの種です。はい、こんばんは。僕は今軽高校の1年で柔道部の部長をしています。うん、しかし困ったことに部員のほとんどが言うことを聞いてくれません。周りには僕と同じ1年ばかりで先輩は全然いません。頼れる先輩がおらず、部長という立場にも立ったことがありません。そんなに厳しくしているわけでもないのに、一体僕はどうすればよいのでしょうか。柔道部だけど1年生しかいないんですね。そういうことですね。まあ、なんと人数少なめそうな感じですね。なのかね、卒業しちゃったのかもしれないね。あ、そうか、不作の年っていうのあるもんね。あ、そうですね。部活にはね、なかなか ね部活は何、私はね、小中と機械体操で、高校はね、放送部と硬式テニス部、硬式テニス部は副部長やってました。あ、じゃあちょっと気持ちあれじゃないですか。そう、でもうで部員多かったからね、なかなかね。でもまとめるの大変ですよね、人数多いと。そうだね、なかなか。で、同年代だと、同学年っていうことはやっぱりお友達だから、なんだろう、まあ友達感覚でいいんじゃない、呼ばなくて。そうですよね。あんまり俺は部長だぜっていうふうにするよりは。そうだね、いざ何かあった時に、じゃあ僕がやるよって言ってやってあげればいいんじゃないですか、ね、最終決断をなんかうだうだしてる時にパッて出せる人ぐらいのノリでいいんじゃないですかね。そう思いますね。あんまりこう、よいしょってね、肩に力を入れない方がいいと思います。真面目に答えていいの、ね、いいんですよ。まあ一応真面目に答えるはずのコーナーです、うん、そうかそうか。そう、うん、やっぱり柔道をやりたいっていう好きな者同士が集まったんだから、うんうんうん、共通項はあるわけだし、うん、言うこと聞かない、どういう言うことを聞かなさなのかにもよりますけれどもね。あ、部活サボるとかじゃない。あ、そっか、うん、部として成り立ってないな。先輩いなきゃそりゃサボるさ。辛いですもんね、そのやっぱスポーツ部っていうのはね、うん、そう。でもやっぱり部長という任についたのならば、うん、やろうと思った柔道を頑張って、うん、こう自分で技術を磨くとかね、うんうん、そうですね、それしかないと思います。はい、はい、では一言でアドバイス一言で、ね、一言で皆さんここね結構動揺され、一言って言われるんですけどそう、この辺で一言アドバイスです。マリオ館長、準備はよろしいですか。了解です。ではどうぞ。柔道強くなれ、おごれすいません、物で釣るのもいいんじゃないかなと思って。なるほどね。あ、経済力があればね。そうですね、なかなかね。そうそう、ちょっとハンバーガーおごるからよみたいな、もうちょっといいこと聞いてくれよみたいな、みんなにわーっていろいろ柔道のことを話してちゃう。そうです、今日は俺が持つから。そう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 、その一言だね。そうひどい、まあ、そういうのもありってことです。いろいろ試してみてください、まあ、俺の背中を見ていこうぜっていう感じですよね。かっこいいですよ、ね、さあ参考になったでしょうか。というわけでCM の後はまだまだ続く。人呼んでダジダネ。ここでテレビアニメ機動戦士ガンダムシードの次回予告です。次回のテレビ放送は第44話、螺旋の開口。アークエンジェルを撃つため戦闘を仕掛けるドミニオンだったが、草薙が動けるようになったことを受け、戦線からの一時撤退を決意する。なんとか危機を脱出したアークエンジェル、一方コロニーにザクトが侵入したことを察知したムーとディアッカはレンデルコロニーの内部へと追跡を開始する。ついに激突するムーとラウ、因縁の対決によって衝撃の事実が明らかになる。なぜ衝撃の事実ですよ。なんだろう ね、でもムーとラウっていうのは結構最初の方からこう対峙されて、第1話からなんかあるのこの2人はっていう振っといて、ようやくここで44話にしてやっと、ね、やっと謎が明らかになるみたいな、ね、でもこの予告は本当読みやすくて私嬉しいわ。あ、いつもなんか難しいですよね独特のね、やっぱりガンダムシード独特の予告の文章の世界があるんだね。なんか漢字いっぱいそうみたいな難しい漢字いっぱい、毎回アクセントしながら。そうですよね、まあ、考えてみたら、うん、三井さんだけなんですよ。何が全部の話に出てるのは。
あのね、私も1回だけ出てないことがあるの。あ、総集編ですか。そう、あの西川くんがナレーションした回。20あれは予告はね、日本撮りしちゃってね、行ってないの。そうだ、一人だって言ってました。うん、だから誰もいないのよ、解禁ショー。そうだ。でもほら、放送的には声は乗ってますからね。おーいえ、そういうことですね。おーいえ、おーいえ、おーいえですよ。バンザーイ。三井さんだけですよ。なんかくれるのかな。なんかくれるかな。誰がくれるんだろう。誰。あ、サンライズを佐々木さんが。わーい。うんうんって言ってる。本当ですか。そうそう。さあ、というわけでテレビアニメを見てラジオを聞く。これで機動戦士ガンダムシード思いっきり楽しんでください。ラジタネではガンダムシードの声優さんへの質問、お悩み相談、そうた番組の感想などを募集しています。現在出演交渉中の方はナトルフレイ役の桑島宝子さんです。すべての宛先はおはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪週刊レディオシード。メールはすべて小文字でseed@vstation.net、質問の種、悩みの種などコーナー名を明記してくださいね。ということでここでお知らせです。はい、ファーストガンダムからガンダムシードまでガンダム15作品に登場するモビルスーツ389体を完全収録した本がメディアワークスより好評発売中です。これさえあればどんなモビルスーツも一発検索とまではいきませんが、クラスのガンダム博士を自称できるほどには詳しくなります。きっともっと楽しい夏休みが過ごせちゃいます。ガンダムザセレクションオールガンダムモビルスーツガイドは現在全国書店にて好評発売中です。389体はいるんですね。すごいね。え、今ガンダムシードだけでも、ガンダムだけで、ガンダムだけで10個、その他もろもろ。うんうん、そっか、すげえ。そうですよね。全部きっと名前言える人いるんでしょうね。いいのかな。ガンダム博士ですね、まさに。うん、呼びたい、そういう人みたいな。ああ、サンライズの佐々木さん、さすがサンライズの人。言えるらしい。名乗りを上げた。今度じゃあガンダム合戦やりましょうよ。ガンダム合戦。ガンダムクイズ大会やりましょうよみたいな。はい、というわけであっという間にラジダネエンディングです。はい。気になる来週のウィークリーパーソナリティは。あれ2人消えましたね、そういえば。というところでかがり役の新藤奈美さん、はい、そしてラックス役の田中理恵ちゃん、ダブルです。おお、ヒロインダブル。はい、キラーアスランに引き続きダブルヒロインがいらっしゃいます。というわけで、はい、お二人にメッセージをお願いします。じゃあ田中理恵ちゃんへ。ラックス、お前元気か。新藤奈美ちゃんへ。かがり、泣いてばっかりいると足焼きや。以上。じゃあもうこれは伝えておきます、お二人に。というわけで、もう2週間、はい、どうもありがとうございました。どうも楽しかったです。ぜひまた遊びに来てください。はい、というわけでそれでは皆さん今日はこの辺で、来週のこの時間にまたお会いしましょう。ということでお相手は豊口めぐみと三石琴乃でした。 See you next week。 おやすみなさい。